モブツセセセコククンベンドゥアザバンガワ、ザイルの軍人、政治家。同国の第2代大統領。第6代アフリカ統一機構議長。モブツは1930年10月14日、ベルギー領、コンゴのリサラで、ムバンディ族のカトリックの家庭に生まれた。当時の名前は、ジョゼフ・デジレモブツであった。父親は宣教士官の料理人で、母親は掃除婦だった。 落ち着きがなく放浪癖があったため、1949年に学校を退学となり7年間軍隊に入れられた。その後、首都で会計検体ピストの主任や公安軍機関士の編集者となったが、1956年に宗教色のないリベラルな日刊誌に時事ニュースの編集者として採用され、パトリスルムンバと知り合った。なお、ジャーナリスト時代のペンネームは、 万歳だった。1958年、ルムンバが創設した、コンゴ国民運動に加入し、ブリュッセルでの独立交渉に参加した。1960年6月に、ベルギーから、コンゴ共和国が独立すると、大臣補佐に指名され、ルムンバの抜擢で、コンゴ民主共和国軍の参謀総長に就任した。その後、 カタンガ国が分離した後の今後の状況の悪化に伴い、1960年9月、コンゴ動乱初期のクーデターで実権を掌握する。後に、ジョセフ・カサブブ大統領と手を結び、パトリスルムンバ首相を逮捕したことでアメリカと関係が深くなった。1961年、政権を文民に移譲する。1973年10月10日、 アメリカ大統領、リチャード・ニクソンと会談するモブツ。1973年、オランダの王廃ベルンハルトとモブツ。1965年11月24日に、再度クーデターを実行し、大統領に就任して、憲法を無効化させ、野党を非合法化して、革命人民運動の一党独裁制を確立した。 これの導入過程でモブツは反対派を弾圧を持って、王子、かつて、今後動乱の最中に、カタンガ分離運動を主導し一時的に首相も、経験したモイーズ・チョンベは、亡命中の1967年に、欠席裁判で死刑を宣告された。同年6月、チョンベの乗っていた飛行機が、モブツの手下の工作員にハイジャックされ、 アルジェリアの基地に強制着陸させられた後、彼はそのまま同地に軟禁状態に置かれた。1969年に、チョンベは死去するが、自然死との暗殺とも言われている。また、ブツ性喧嘩での待遇に不満を感じる約800人の、カタンガ憲兵隊や、かつて、チョンベに従っていた元外人傭兵部隊も関与した。反乱が起きたが、最終的に沈圧された。 さらに、カタンガの工業権を独占していた、コンゴ国内のユニオンミニエールを、ジェカミンとして国有化する、資源ナショナリズムを行った。対外的には、東西冷戦を利用し、アフリカにおける、新米反共陣営として、西側先進国からの支援金を一手に引き受けて、サブサハライナーアフリカでは、アメリカ合衆国から、最も援助を受けていた。またその権力基盤は、 鉱山会社の利益に支えられていたが、それは、スイス、ケーマン諸島、キプロスといった国々の秘密銀行口座が容易にした。それに加えて、世界銀行や IMF の資金も、モブツを支えることになり、その融資や援助は貧困層への助けにならず、対外債務の泥沼化に拍車をかけた。モブツの不正蓄財は、総額およそ50億ドルと言われ、西洋諸国。 西アフリカ、モロッコ、ブラジルなどに、豪華別荘や古城、豪邸を保有し、隠し銀行口座を設けた。モブツに私物化された政権を揶揄する言葉として、モブツの個人資産は、ザイール共和国の対外債務に、等しいと言われた。国内では、中央アフリカとの北部国境付近のバドリテ高原に、自家用飛行場付きの巨大な宮殿を建設した。 この宮殿は、ジャングルのベルサイユ宮殿と呼ばれ、高年喪物が、失脚間際に逃げ込むことになる。また、カ河レにも豪華な中国庭園と住宅を所有していた。タイムからは、アフリカの独裁者の典型と評されている。1971年から国名を、本郷から、ザイールに、首都のフランス語の呼び名の、レオポルドビルを、金所さに解消するなど民族主義的な、 ザイル化政策を推進する。1972年に名前も、モブツセセセコに改名。1972年に台湾と国交断絶してモブツは中華人民共和国を訪問して、毛沢東に接近し始め、第一次シャバ紛争やアンゴラ内戦などで、共通的はソ連とする以外の一致からソ連に敵対的なアフリカ諸国を支援する。 サファリクラブだけでなく、中祖対立を起こしていた中国からも、軍事顧問団の派遣や、戦車などの軍事援助を受け、中国庭園は、もちろんザイールの議事堂である、金社社人民宮殿や、国立競技場のスタッドで、マルティールなども、中国の援助で建設された。また、日本の援助で今後川に唯一かかるマタビ橋も、建設された。同時期に、 西洋的なスーツとネクタイを禁止し、アバコストと呼ばれる、中国の人民服のような折り襟の服装を、ザイル国民に強制し始める。アフリカの州長を象徴する杖や虎柄の帽子も、愛用した。同じく、アフリカの代表的な独裁者でありつつ、ソ連を後ろ盾にしていた、リビアのカダフィ大佐を、モブツは、ライバル視し、ハリファハフタルのような反カダフィ勢力を、 ザイール国内にかくまって支援し、リビアとザイールの代理戦争の様相も呈した、チャドリビア紛争では、アフリカ統一機構の平和維持部隊として、先陣を切って派兵したザイール軍などによる、インターアフリカ軍はリビアを追い出すことを狙って、一戦ハブレに加担しているとグクーにウェディから批判された。モブツを描いたジューリクータ金化1996年8月に、 前立腺癌を患って、スイスの病院に入院したあたりから、事態は変化していく。ザイール国内の不安定要因であった、東部国境付近の仏と土の民族紛争は、ついに、ザイール領内の土系最大勢力、バニャムレンゲの大放棄に発展した。10月にはそれに乗じて、人民革命党のローランカビラが、反政府勢力を結集して、 今後ザイール解放民主勢力連合を結成、土人の軍事力を背景に、金シャに向かって、進撃を開始した。武装放棄当時、モブツは、南フランスで西洋中で1997年5月まで、帰国せず、アフデシリットル軍は、ザイール全土の約4分の3を制圧した。アフデシリットルが近シャに迫ったので、自国民の保護を、念頭に、 アメリカ、フランス、イギリスや国連などが、朝廷工作に乗り出す。1997年5月7日から8日に、ガボンで、在イ,イル情勢を協議するため、中部アフリカ不都諸国7カ国首脳会議が開催され、モブツも出席した。モブツは、本会議で健康上の理由で、次期大統領選挙には出馬しないことを確認する、声明を発表した。 5月16日、金シャサに戻ったモブツは突然北部のバドリテにある宮殿に逃れ、国会議長、モン門ング王子教を率いる内閣に権力が移譲され、モブツは一切国政に関与しない旨の発表をした。5月17日アフデシリットル軍は金シャサに入場し、カビラ議長はルブンバシから今後ミ主共和国の樹立と国家元首就任を宣言した。 5月18日にモブツは、モロッコのラバトへ向けて出国し、9月7日に、亡命先のモロッコで死去した。全体主義、権威主義と民族主義の性格を合わせ持つモブツの思想は、モブツ主義と呼ばれ、モブツと敵対した、ルムンバのルムンバ主義と対比され、ブラックパンサー党の指導者であるヒュイーイティニュートンや、 歴史家の EH カーラはモブツをファシストとみなすも、今日の今後でも、モブツの息子、ウンザンガモブツの結成した、モブツ主義民主連合は議席を獲得するなど、一定の支持を集めてンザンガは、ジョゼフカビラ政権に入閣して一時与党の一つにも、なった。ありがとうございます。